チャールズ・フリントは US レバー社の合併も手掛けていた。トーマス・ J ・ワトソン1920年1月のセールスカタログでタイムレコーダー、計量機、作表機などがある。1917年の組織図。こうしたいつつの機能別組織図はトーマス・ワトソンが NCR でジョン・パターソン社長から学んだもので CTR へもたらしたいくつかの一つである。 IBM 歌集とシンクを各国語でも CTR 社は1911年にタイムレコーダー、計量機、作表機などのメーカー主会社が合同して作られた持ち株会社で後に IBM に発展した。1911年に財政家で著名な新宅の父と呼ばれたチャールズ・アル・フリントが次の4つの会社を参加に持つ持ち株会社。 CTR 社を創設した。CTR の本社はニューヨーク州エンディコットにあった。持ち株会社参加は全体で1300人の従業員がおり、タイムカード機、軽量機、自動肉スライサー、パンチカード機器などの幅広い製品を製造していた。持ち株会社の CEO はジョージ・フェア・チャイルドが務め、1912年から1930年までは、 フランク・キャンドルーフであった。パンチカードの生みの親であるハーマン・ホレリスは当時51歳で技術顧問として CTR 社の取締役会の一員であった。1914年後に CTR 社の後ろ身の IBM の CEO として大きな影響を与えるトーマス・ j ワトソンが NCR で中古製品のリース会社を意図的に廃業させるようにした件で、 独占禁止法により訴えられて、会社を辞めて移ってきた。彼は初め目立つような行動は、謹んで、ゼネラルマネージャーのタイトルで、特にセールスのモラルを上げることに専念し、シャゼのシンクもこの頃編み出した。11ヶ月後の1915年には、独占禁止法の件は一応終わり、彼はタビュレーティングマシン会社の社長となった。 CTR 社は1924年にインターナショナルビジネスマシーンズに名前を変更した。その後も元々の4つの子会社はそれぞれそれまで確立された名前を使用して運営を続けたが、1933年には持ち株会社が廃止されて個々の企業の事業が統合された。最初のタイムレコーダーは1888年11月20日に、 ニューヨーク州オーバーンの宝石商、ウィラード・バンディが発明した。1年後、兄のハーロー・バンディが、バンディマニファクチャリング社を設立して、タイムレコーダーの大量生産を開始した。1900年、バンディマニファクチャリング社は、タイムレコーディング事業を、新しい会社である、インターナショナルタイムレコーディング社に売却した。バンディマニファクチャリングは、計算機械を製造し続けた。 1906年、ハーロー・バンディは、ニューヨーク州エンディコットにある、新しい3階建てレンガ作りの建物に事業を移した。1894年、ニューヨーク州ロチェスターの JL ・ウィーラードと会、A フリックは、世界で初めてのカード式、タイムレコーダー会社として、ウィラードフリックマニファクチャリング社を設立した。 1900年、バンディマニュファクチャリング社の投資部長家兼取締役で、ある、ジョージ・フェア・チャイルドは、ニュージャージー州、ジャージーシティで、インターナショナルタイムレコーディング社を設立し、バンディのタイムレコードビジネスへ、ウィラードフリックを統合した。1901年、同社は、ニューヨーク州、ビンガムトンに再設立された。同年、世界で最初の署名型タイムレコーダー会社であり、鍵。 カード、署名型従業員タイムレコーダーのメーカーであるシカゴタイムレジスター社を買収した。1906年、ターはニューヨーク州エンディコットに移転し、バンディマニファクチャリング社の新しい建物の隣に大きな工場を建設した。CTR へ合同前はハーロー・バンディはターの財務部長とゼネラルマネージャーであった。最初のダイヤル式。 タイムレコーダーは1888年にアレクサンダー・デイ博士が発明し、1907年に、ターはデルレイレジスター社を買収した。1908年、スターはダイヤル式レコーダーのメーカーであるシラキューズ・タイム・レコーディング社を買収した。スターの1935年カタログには、工業用タイムクロック、録音ク,クロック、プログラムクロックから装飾用の点灯クロックまで、 様々なクロックがリストされている。また、シリーズ970インターコム電話システムもリストされている。1907頃以来、ターは従業員と顧客向けの雑誌、タイムを発行していたが、1935年に IBM は名称をシンクへ変更した。ホーレリスの最初の工場ハーマンホレリスは当初、パンチカードデータ処理装置に特化した。 ホレリスエレクトリックタブヤレーティングシステムとして彼自身の名前で事業を行っていた。1896年に彼はタブヤレーティングマシンカンパニーとして法人化し、1905年にはタブヤレーティングマシンカンパニーとして再法人化した。1884年に最初に申請されたホーレリスの集計機械技術に関する一連の特許は、 1879年から82年にかけて米国国政調査局での仕事に基づいていた。1886年のパンチカードの開発はデータ入力の集計と計算のその後80年間の業界標準となった。1896年、タブヤレイティングマシンカンパニーはいくつかの機械を鉄道会社にリースしたしかし、 その頃の最大の統計上のプロジェクトである1900年の国勢調査の課題にすぐに焦点を当てた。政府の契約を勝ち取り、プロジェクトを完了した後には、ホーレリスは国勢調査以外の年にはどのようにして会社を維持するという課題に直面した。彼はターゲットを米国及び海外の民間企業に戻し、半自動のキーパンチ、作票 分類機の産業用途を開拓しようとした。フリントは1911年に230万ドルで事業を買収した。この会社は1901年に組織された持ち株会社で子会社としてコンピューティングスケールカンパニー、マニーウェイトスケールカンパニー、W 会、シンプソンカンパニー、スティンプソンコンピューティングスケールカンパニーを参加に置いた。1891年、 デートンの二人のビジネスマン、エドワード・キャンビーとオレンジ・オジアスが新しく開発されたコンピューティングスケールの特許を購入し、商業用スケールの生産のためにこの持ち株会社を設立したのであった。当時有名な財政家のチャールズ・アール・フリントは4社を新しい CTR 持ち株会社に合同した。CTR は流動資産の3倍である650万ドルの 社債を抱えており、そのうち400万ドルをギャランティー信託会社から借り入れていた。フリントはそれに1750万ドルの価値を割り当てたが、その有形資産は合計100万ドルまでしか組み入れなかった。フリントは様々な製造業者がルジの製品を違った製品で製造しており、合同で一方の景気が悪い時に他方がそれを補うことになるだろうと信じていた。 CTR の1911年の株式目論見書は1910年5月1日から1911年4月30日までの4社の95万ドルの純利益を報告していた。CTR 参加に入った4つの企業は1300人の従業員があり、オフィスと工場はニューヨーク州のエンディコットとビンガムトン、オハイオ州デートン、ミシガン州デトロイト、ワシントン DC、 オンタリオ州トロントにあって、持ち株会社の CTR はエンディコットにあった。会長は、ジョージ・ウィンスロップ・フェアチャイルドであり、1906年以来、アメリカ合衆国議会,会会員の議員であったが、経営に積極的に参加することは期待されていなかった。しかし、最初の社長がわずか1ヶ月で辞任した時、フェアチャイルドが引き継いで、1912年まで CTR を率いた。 1912年からは、インターナショナルタイムレコーディング市会社の前、CEO であるフランク・エヌ・フリントが CTR へ来て、1930年に引退するまで CTR の CEO であった。51歳のハーマン・ホレリスは CTR の取締会に参加し、10年後に退職するまで顧問エンジニアを務めた。トーマス・ J ・ワトソンシニアは、 他の29人の NCR 職員と共に、1913年に中古 NCR キャッシュレジスターの売り業者を廃業に追い込む作戦計画、実行における役割について様々なハントラスト法違反で有罪判決を受けた。ワトソン自身が書き残していたものが彼に対する証拠として使用されたので、ワトソンにその後書き物をほとんど残さないという教訓を得た。 1914年 NCR から解雇され将来を脅かす金庫家を心配してトーマス・ J ・ワトソンは NCR と似た仕事を見つけるための援助を求めて主要な投資家であるフリントに連絡した。自身が明らかに危険な状況にもかかわらず彼は自分が望んでいた仕事のタイプに関してまだ非常に明確であって彼はすでにいくつかの申し出を断っていた。 彼はビジネスを自分で管理し、利益の一部を獲得できることを望んでいた。フリントは彼に CTR での仕事を提供した。前述のように、フリントは彼が信頼する偉大な推進者であり、おそらく、ワトソンの差し迫った景気刑についてはあまり心配していなかった。CTR 取締役会の他のメンバーは、楽観的ではなく、彼が刑務所にいる間に、 誰が会社を経営するか尋ねた。その結果、彼らは彼にゼネラルマネージャーの称号を与えただけであった。ワトソンが CTR に11ヶ月滞在した後、高層裁判所は再審を命じた。彼は同意判決への署名を拒否したが、新しい裁判は決して行われず、CTR 取締役委員会によって、社長の地位に正式に昇進した。ワトソンが、 NCR から CTR にもたらした多くのものの中に彼自身が NCR で作ったシンクのモットーがあった。NCR での過去の記録と彼のその後の IBM に対する巨大な影響を考慮すると驚くことに、ワトソンは1924年にジョージ・フェア・チャイルドが亡くなって彼が主役になるまでの最初の10年間は目立たないように慎重に行動していた。 この時期、彼は様々な決定をフリント、フェアチャイルド、フォレリスに仰いでいた。その間、彼は指揮の高くなくて監督も不十分だったセールスマニ400人を親身に面倒を見た。彼が公言した目的は n c r で鍛えたような優秀な販売員を作ること、競合他社よりも優れた高度な機械を製造することであった。一連の紹介を通して、 彼は営業チームに競争力のある提案をするように教育した。アグレッシブなセールス方法にもかかわらず、始まりから販売テクニックと同時にビジネスの倫理と哲学に重点を置いた。特に彼は誠実さ、信頼、忠誠心を強調して不公平な競争をとみなされる可能性のあることは何もせず、誠実で公平かつ正当な方法で行動するべきだとした。 従業員の士気を向上させ維持するために音楽イベントを導入し IBM の歌をさえ歌わせた。次の四半世紀の CTR と IBM を動機づけたもう一つの哲学も明らかになった。それは会社のモットーはサービスを販売し提供することであった。CTR の目的は顧客を真に援助することであるとした。販売が行われた時には 双方が先に進むのだと、ワトソンは強く信じていた。CTR は次の3つの主なビジネスのある会社になっていた。1920年代、ワトソンはまだフェアチャイルドの下で働いていたが、大きな成長を達成することに焦点を合わせた。収益は彼が引き継いだ1914年の420万ドルから、1920年には1600万ドルのピークに達した。 しかし、これは不安定な現金不足をもたらした。1921年、売上は1060万ドルに落ち、ワトソンはキャッシュフローの危機に直面した。もう一度 CTR はギャランティー信託会社によって資金提供を受けて救助された。ワトソンは研究開発の削減や従業員のレイオフなどで全面的なコスト削減を余儀なくされたので、 その後彼は再び自分の現金不足がこれほどひどくならないようにした。そのため彼は配当を低く抑え、高収益、慎重なコスト管理の方針を堅持して非常に保守的な会計原則を採用した。1890年の国勢調査から始まったホレリス機器は信頼できる操作を保障するために必要なメンテナンスを提供できるように CTR のマシーンをレンタルした。機器の注文が枯渇している時期でも収入が継続するため、機器のレンタルは本質的に安定しているという考えなど、他の利点を認識するようになった。これはそれほどはっきりしているわけではないが、営業担当者はレンタルを失う可能性があることを認識し、顧客との定期的な連絡を維持することを余儀なくされ、1930年代に、 なっても、顧客関係が適切に管理することを保証した。このアプローチは、IBM の活動の中心となっていった。その後、ワトソンは、意図的に、新製品の導入に遅れを取ったが、研究を怠ったわけではない。競合他社が新製品を発売した後でも、市場が大規模な開発を要する時期に達するまで、待っていた。ワトソンは適切な研究。 開発の重要性を認識し、これを管理するために1922年にジェームズ・ブライスに任せた。しかし、特に厳格な基準で行うように彼の主張を通して、個人的にも研究、開発に関与し続けた。ワトソンは CTR というようなハイフンで囲まれた不器用な社名を好きでなかった。と伝えられている。それをより広い意味を持つ社名の、 インターナショナルビジネスマシーンズに置き換える選択をした。最初は1917年のカナダ市会社の名前として使い、次に国内の広告に使った。例えば、1921年にマクルーアス氏は株に次を含む全ページ広告を載せている。インターナショナルタイムレコーディングカンパニーオブニューヨーク。サブシディリーオブ。コンピューティングタブヤレイティング。 レコーディングカンパニー、ニューヨーク、メーカーズオブ、インターナショナルビジネスマシーンズ。ジョン・パターソンは1922年に亡くなり、フェアチャイルドも1924年12月31日に亡くなった。1924年2月5日、ワトソンはニューヨーク証券取引所にインターナショナルビジネスマシーンズを、上場変更申請書を提出し、名称 CTR は消えた。 彼自身のイメージで会社を作り上げ、次の四半世紀の間、彼が75歳になるまで新しいレベルの成功を収めた。彼は最初のクォーターセンチュリークラブで新しい地位を祝った。CTR は13年しか経っていなかったが、彼の地位は子会社での業績の資格に基づいてした。持ち株会社 CTR 自体は、ほとんどの子会社の業務が IBM に統合された後、 1933年に消滅した。日本でもパンチカードシステムは早くから注目されていて、1920年の国勢調査ではホレリス機に似せた機器が作られて使用された。その後1920から30年代には、米国のホレリス機、パワーズ機、バロース機などが主要企業に商社を通じて輸入されて使われてきた。CTR 社が IBM に 名称変更をした翌年の1925年には森村久美が IBM の日本代理典型を獲得して輸入を続けその後1937年には日本ワットソン統計機械が設立されている第二次世界大戦中の凍結期と終戦直後の混乱期を経て1950年に日本ワットソンは日本インターナショナルビジネスマシーンズ株式会社に 名称変更し、その後の日本 IBM へと続いている。ありがとうございます。